お帰りなさいませ。どうも、オール仮面ライダーライダーレボリューションプレジ今日第10回、全クリしました前回。なので今回はライダーの能力をアップさせます。ライダーミッションをね、どんどんクリアしていこうかなと思っています。エグゼートのレベル上げとこう。力を解放します。わーい、え、もう終わりレベル25までしか上がらなかった。確認しますか。誰でいこうかな、誰がいいですかね。1号にしよう。レベルアップしますか。わーい、どなたを確認しますか。まあいいだろう、まあいいだろう。お帰りなさいませ。で、ライダーミッション挑戦します。イージーとノーマルクリアして、ハードがクリアできなかったんだよね。だからもうちょっとレベル上げをしていこうかな。あ、これクリアしたのか。ファイズデルタと再び戦える。ミッションを始めます。で、どなたが出撃しますか。エグゼイドにして、一緒に出撃するライダーはどなたですか。一号にしよう。新しい力見せてもらおう。新しい力見せてもらおう。このタッグ組んだ時のセリフが出てこないのかな。はいはい、はいはい、お、全力でいく。うわーい、うわーい、え、ダイス、せやい。はい、チェーン。イチゴがやられちゃう。そんなことはなかった。イチゴ強い。私はちょっと強くなりすぎたみたいだ。チェックじゃない、やめろやめろやめろやめるんだ。わーい、倒した。楽勝だぜ、楽勝だぜ、逆に楽勝すぎたぜ。わーい、以上、以上です。ミッションクリアです。どのミッションに挑みますか。なんかないのかな、特殊な会話とかないのかな。ちょっとゴースト連れてこよう。ネクロムがいるから。お疲れ様でした。あ、いいや、このままでいい。挑戦します。ネクロムだったら、どのミッションに挑みますか。ミッションを始めます。なんかないのかな、特殊会話的なのないのかな。どなたが行こう。一緒に出撃する。行くか。よし、ゴーストとスペクターで行こうぜ。ネクロム、アラン、おお、ちゃんと会話があったね。信長フルボッコや、フルボッコしてる。アラン様、アラン様、はっはっ。諦めない。じゃじゃん。わーい。タケル、お前が助けてくれたのか。わーい。これ誠だったらどうなんだろうね。ちょっとやってみよう。誠兄ちゃんだったらどうなる。クリアです。はい。どのミッションに挑みますか。はい。ちょっと待ってくださいね。あ、そっか。いちいち戻らなくていいんだ。お疲れ様でした。はい。ミッションに挑戦します。どのミッションに挑みますか。ミッションを始めます。ネクロムで。どなたが出撃。行くか。一緒に出撃。行こう。よし、これでどうだ。
いろんな会話の組み合わせがあるんだろう。アラン。アランではない。スピリットオブバルト抜け殻か。よしアラン、今から俺を助けてやるぞ。あざす。いて。やるじゃん。いたね。スタンカーメン、めっちゃめっちゃやられてんだけど、めっちゃやられてんだけど、めっちゃやられてんだけど、いた、やられちゃう。誠兄ちゃんやられちゃうな。いやいた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 ツタンカーメン。タケルさんやっちゃってくださいよ。タケルさんやっちゃってくださいよ。あんなやつやっちゃってくださいよ。俺は負けん。友のために俺は負けん。タケルさんを出す。わーい、元に戻ったな。ありがとう、マクド。おかげで助かったぞ。怪我はないか。平気だ。すぐにでも戦えるぞ。わーい。なんかいろいろあるんだね。まだ他に。はーい。どのミッションに挑みますか？メダルフィーバー。オーズ&バース、再び戦える。オーズとバースか。なんかあるか。始めます。オーズとバースか。どなたが出撃しますか。特になんかあれするあれでもないな。特になんか関わりのあるライダーを持っているわけではない。エグゼートで行こう。一緒に出撃し。始める。ブレブレちょっと、まあいいや。メダルフィーバー。はい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 。はなんもない。なんもないな。よいしょ、おい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 。カトーリン。カットーリン。メダルは僕のものだ。キャタピラリン。カットーリン。カットーリン。エグゼート強い。タタタタンタタン。オーズバースだって。プロトバース、プロトバースってどうするんだろう。ミッションクリアです。どのミッションに挑みますか？星から来たもん。あ、ちょっと待って。なでしこ解放させようぜ。お疲れ様でした。ちょっと、どんどんスピリットボード解放していこうか。目覚めさせます。スピリットボード。どなたを目覚めさせましょうか？この方でよろしいですね。はい。はい。誰も俺を止めることはできない。わーい、本人ボイス。新しい仲間、この方でよろしいですか、ね、はい。ありがとう。かわいい。新しい仲間が加わりました。ビスト、よろしくお願いいたします。12000。嘘だろ。嘘だろ。ウィザードは8000だぞ。この方でよろしいですか、ね、はい。一文字隼人、仮面ライダーだ。君に協力しよう。ありがとう。すげえ声かっこいい。仲間が加わり、この方でよろしいですね。はい。俺はこの先に進む。ついてきたければ勝手にしろ。おお、かっこいいな。新しい仲間が加わりました。残月さん。この方でよろしいですね。2500。絶望以外の選択肢をもたらしてくれたことを感謝する。
おお、本人ボイスとかっこいい。ダブルは足りない。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、勇気。俺が来たからには戦いを止めてやる。うん、ありがとう。新しい仲間が加わりました。彼も本人ボイスだったよね。難易度1200、この方でよろしいですね。ゼロの500。俺はお前より確実に強い。ここは任せて。いいね。新しい仲間が加わりました。どんどん加わっていくよ。お帰りなさいませ。ミッションに挑戦します。どのミッションに挑みますか？これだね。ミッションを始めます。で、なでしこを選ぼう。どなたが出撃しますか？宇宙あら、かわいい。一緒に出撃するライダーはどなたですか？フォーゼとメテオか。あ、そっか、フォーゼとメテオと戦うからフォーゼとメテオは選べないんだ。やってやろうじゃないか。あ、やばい、レベルアップするの忘れてた。レベルアップするの忘れてた。ケンタロウ、ケンタロウ、なで、う、助けないと。うん、よし、 M さん、 M さんやっちゃってくださいよ。あ、これ弱い。さすがレベル1ちょっときつい。M さんやっちゃってください。あ、でエグゼイダーの味方だ。ロケットボン、やばい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 。こっち来た、こっち来た、こっち来た。全然 HP が減らない。これは辛い戦いだ。あ、間違えた。エグゼイドがやられちゃう。ああ、なすすべなくやられてしまいそうだ。あぶねえ、怖え。ああ、ああ、ああ。なでしこさんじゃ勝てなかったな、さすがに。どのミッションに挑みますか？なんかないのかな。なんだこれ、黄金のドライでっかいアイコンと、ああ、四角ポッパー。え、仮面ライダー1号、仮面ライダー2号が仲間になります。ミッションを始めます。あれも仲間になってるよ。どなたが出撃しますか？ザ・ファースト。会いたかったんだお前に。あ、これこういうこと。ちょっと待って、レベル1、レベル1だぞこっちは。やめろ、痛い。そんなに強くない敵が。よし、必殺技だ、いけ。おお、なんで外したんや、なんでヘルメット外したんや。行くぜ。うわ、このワームがうざい。
これは1号が強いのか、それともショッカーが弱いのか。果たしてどっちだ。痛い、わーい、痛い、やめて。よし、必殺技だ、スキップ。 OK、 まだできた、まだできた。うーっ、ウゲアベス、痛い、やめて。おー、ワームがうざい。はいはい、次行こう。次行こう。うざい、必殺技でボン。 OK、 あ、まだ死んでる。あ、まだ、まだか。どうや、来た、2号一文字。ここにいたか、オッパ。お前は俺と同じ。俺もホッパーだ。お前を倒すのが俺の使命。ショッカーからの刺客か。自我を取り戻したようだな、ホッパー。しかしお前はもうこの人間社会では生きていけない。そんなことはない。なんか映画でもなんかこんなようなセリフがあって、強っ、ちょ待って、強くね。来い、急に来た飛び蹴りでえらいやられたんだけど、なんかないのかな。ライドキック、強い、痛い、痛い、ライダーパンチ、強い、かっこいい。ライダーパンチ、ライダーキック、痛い、痛い、後ろからだ、卑怯な、卑怯な一文字。ライダーキック、キピーン。俺の負けか。早くとどめを刺せ。お前は心の底からショッカーに賛同しているのか。俺はショッカーに精神を支配されていた。しかし今では違う。ショッカーは人間の敵だ。俺は人間を守るためショッカーと戦う。お前もショッカーの支配を断ち切るべきだ。まったく甘い考えだぜ、ホッパー。いや、本郷たけし、これは仮にしておく。お前を倒すのはこの俺だ。いずれまた会おう。ショッカーに戻るのか。いや、これからの俺は自由だ。ミッション25、うわ、バージョン3、つまり V3 か。はあ、なるほど。平成ライダーはゴーストが平和を守るために守るの、ん、守るのにふさわしい理由になれるか、力試しおいで。ミッションを始めます。ゴーストで行かなきゃいけないのか。どなたが出撃。平成ライダーたちと戦わなきゃいけないわけだね。そういうスペシャルミッションなのね。この感覚は一体誰かが
英雄たちが呼んでいる。あなた通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。仮面ライダーディケイド。来た。おい、どうせいきなりかい。おい、それ全然減らない。ちょ待って、強くね。あお。痛い。普通に強い。痛い。ちょっとこれはちょっとゴーストレベル上げないと倒せない。普通に。今度は仮面ライダーダブルだって。さあ、お前の罪を数えろ。俺の罪。普通に疑問に思っちゃったよ。俺の罪。オメガドライブ。タングストライダー。おお、かっこいい。やめろ、ちょっと遠くに行き過ぎだ。遠くに行き過ぎだ。オメガドライブ。オメガドライブ。ダブル。あんま強くねえ。たちが止まる。やるじゃねえか、あんた。今度誰が来るんだ。何戦しなきゃいけないんだろう。この流れだとオーズかな。よし、やるぞ。仮面ライダーオーズ。倒せない気がする。この世界を守るために。全開眼。剣豪発見巨匠に王様サブライポーズにスレッパー。大開眼。全員集合。グレイトフル。オメガプライ。まだ倒れるには早い。うりゃ。危ない。むしろなぜディケイドあんな強かったんだろう。逆に不思議なぐらいディケイド強かった。あ、まだ死んでなかった。倒してなかった。みんなを助けなきゃ。全然とどめさせてなかったわ。大丈夫ですか。気にしないで。これ大丈夫かな。宇宙来たー。俺は仮面ライダーフォーゼ。全てのライダーとダチになる男だ。よし、行くぞ。オメガドライブ。オメガドライブ。何、あいつ強い。めっちゃかわしてくる。ああ危ない。ああ一瞬の油断が命取りだぜ。次はどのミッションに挑みますか。友達を探して。最初のお話をもう一度遊ぼうだって、自分たちの実力ゴーストに本気の戦いを提案する。命燃やす。はあはあ、なるほど。どなたが出撃しますか。あ、ゴーストで行こう。ネクロムと
スペクターを取らなきゃいけなくね。逆かと思った。どうした誠、何か悩み事か。ああ、最近タケルのやつがますますパワーアップしている。ああそうだな。以前の俺はタケルと戦うこともあった。最初の頃は俺の方が強かったが、タケルはだんだんと実力をつけていった。果たして今の俺がタケルと戦ったとして勝つことができるのだろうか。私もタケルとは戦ったが、確かに今やったらどんな勝負になるのだろう。しかし今の私たちは仲間だ。戦う機会自体がないぞ。それは分かってる。だが純粋に戦士として、男として、どの程度の実力の違いがあるのか気になるんだ。なるほど、分からん話ではないな。なら今ここで試してみようよ。タケル、俺もすっごく興味がある。今の俺が誠兄ちゃんやアランにどこまで通じるのか。ならば話は早いな、誠。ああ、行くぞタケル。三蔵、信長、いた、強いぞこいつら。普通に強い。レベルなんぼだお前ら。お前らレベルなんぼだ。レベルを言え。三蔵、いた、強い。やばい。よかった倒せて。やった、誠兄ちゃんに勝てた。アランにもやるな、タケル。まったく敵が気の毒になるほどの強さだな。しかし、ああこれで私たちにも新しい目的ができたな。タケル、俺たちはさらなる高みを目指す。お前だけを先には行かせない。うん、三人でもっともっと強くなってみんなの幸せを守ろう。おう。ああ、ミッションクリアです。どのミッションに挑みますか。はい、というわけで、オール仮面ライダーライダースピリッツ、今日はライダーミッションをいっぱいクリアしてみました。次回もこんな感じでいきたいと思います。それではまた次回。バイバイ。